はい、皆さんこんにちは。娘のエリンです。今日はですね、私がカナダに渡航した時の様子だったり、飛行機の様子、空港などの様子をね、皆さんにシェアできたらいいなって思います。ぜひ最後までご覧ください。成田空港に着いたんですけど、ターミナル1に行かないといけなくて、今ちょっとね迷ってます。とりあえずですね、第2ターミナルに行きたいと思います。第1だった気がするんですけど、ちょっとね、もう迷うんですね。広すぎて分かんないです。なんか成田広いですね。前はね、関空の直行便だったんで楽だったんですけど、今回はね、直行便ではなくね、乗り換えがあるんでちょっと大変です。やっと国際線に行けるターミナルを見つけました。もうたくさんね歩いたんで、もうすでにね疲れて寝たい気分なんですけど、まず手荷物というかね、スーツケースに1個預けていきたいと思います。はい、荷物はねこんな感じです。スーツケース見えにくいんですけど、2個にでっかい荷物がね、2つ手荷物であります。はい、空港はねこんな感じでガラガラでした。これからですね、エアカナダのね時刻表をしっかり確認していきたいと思います。ん？待って。私の出るやつは。やっと着いたなと思ったんですけど、空港ターミナル、第1ターミナルということですね。これから違うバスに乗って、第1ターミナルに行っていきたいと思います。もう歩き疲れました。あれ、下ろしてる。どうにかですね、バスに乗って第1ターミナルに来ました。もう誰もいないんです。びっくりするほど、前帰ってきた時はすごい人がいたんですけど、もう今はガラガラで、空港で働いてる方々すごい少なくて、エレベーターも片方しか動いてなかったり、電気がねすごく暗くなったりしていて、バンクーバーだけね普通にある感じで、ほとんども欠航になってます。誰もいなさすぎてチェックインができるのかな、ちょっとやってみます。まず来たらですね、こんな感じでチェックインのねパネルがあるので、もう自分でやっていきます。じゃあ日本語ででこういう確認があるので同意して、パスポート、ログインするとこんなのでつけます。下のも外して静かすぎてどこかの旅館にいるみたいですね。ですね、3時からじゃないと入国のそのチェックインができないので、あと3時間ぐらいあるんですね。すごいお腹すくんで、とりあえずレストランに行ってみようかな。ちょっと何か聞いてみます。何食べよう、何も開いてないんですよね。お店が本当にガラガラで誰もいない感じです。私はね担々麺を食べたんですけど、他のお店は何も開いてなくて、あんまり面白くないというか、することが本当空港ではないですね。開いてるのは銀行と受付の人とちょっとした食事、右側に書いてあるやつ全部書いてるわけじゃなくて、数個ちょっとしか書いてないです。はい、今ですね手荷物検査とスーツケースをですね預けてきました。あとはですね出国審査をして、行っていきたいと思います。スーツケース預けるときはやっぱりちょっと人はいたんですけど、ほとんどいない感じでした。では今から出国審査を受けていきたいと思います。まもなく搭乗時間になるんですけど、そこまで多くないかなと思います。
まずですね、空港に行って出国もしたら、まずは水を手に入れます。夜寝てる間とかね、結構喉乾くので、そこで飲んだりするのすごい便利なので、お水をすぐ買うようにしています。そしてあとはセブンでね、ガムを買いました。結構気圧の影響で耳が見られることが多いんですけど、ガムを買っておけば結構なんとかなるので、ガムと水は必須だなって思います。こんな感じでもう入った瞬間に水とイヤホンとあと消毒ジェルとなんかもらいました。そしてですね、3人席なんですけど、隣はインドに、私一人で、席空いてる感じで、荷物もね置ける感じになってます。普段は飛行機に乗ったらね、イヤホンして音楽を聴いているんですけど、今日はね、アナウンスをいい子に聞いてました。乗ってから10分ぐらいしたら離陸しました。あとはですね、映画を見たりとか、お水飲んだりとか、景色を見たりしています。あとはご飯出るまでこうパネルを見たり、飛行機の中をぐるぐる見たりねしています。今回先ほど言ったようにね、隣にも人がいず、こんな感じで近くの席にも人がいない感じでした。はい、ご飯が来ました。お水をですね、一つもらって、中身はですね、サラダみたいな、おまんみたいな和え物とパンと、多分冷製パスタかな。はい、こんな感じでもう選ぶ選択肢なく、こんな感じで出てきました。とりあえず映画を見ながらご飯を食べていきます。今回見た映画はですね、ブライドワールズっていう映画と The Rest of Us という2つの、ね、映画を見ました。その後、お母さんからもらった、ね、手紙を読みました。まあ、ちょっとね涙したなんて言えないんですけど、で次はこちらスナックですかね。スナックというよりか結構量があったんですけど、少しずつ食べてそれから寝ます。今回はね、横になって寝ることができたのすごく快適でした。で着陸2時間前ぐらいにクロワッサンを2つと、あとフルーツとヨーグルトを朝ごはんとしてもらいました。はい、どうやら起きたようです。もうすぐね着陸ということで、ドキドキしているのか、なんかちょっとよくわからない感情だったんですけど、とりあえず着くのが楽しみでした。でここから入国審査として、このキオスクを通って入国審査をして、荷物をゲットしました。こんな感じでですね、ついにカナダに入国します。カナダの空港でもね、ほとんど人がいなかったです。ただいまですね、到着しました。入国審査でもですね、ちょっと人はやっぱり飛行機から降りてくる人がいたので、人はいたんですけど、前回に比べてすごい少なかったかなと感じます。多分20分もないぐらいで入国できたかなと思います。ホストに会っていきます。どこにいるんだろう。Oh yeah, I know. I can. We can put our luggage in here. The small ones can go. How are you? I'm good. Like, how's in Canada? Getting bad. Getting bad? It's getting bad again. Yeah, we did pretty good. But then during summer, people... You're going out. Going out and...You know, it's summer. Yeah, it's summer. They go out party and... How was your summer? Great. Great? Yeah. We went to the island last week. Oh, Vancouver Island. Yeah. Are you happy to be back here? Yes. Good. I've been just waiting for you, Eric. Oh, really? I didn't know. Yeah, it's kind of good. Well, like, it's better than staying up here. Yeah. Hi, 皆さん、こんにちは。娘のエリンです。昨日の午後1時ぐらいにホストの家に着きました。ホスト全員とね、まあ距離はあったんですけど、一応ただいまということで会いました。何か動画とか撮ろうかなって考えていたら、18時間ぐらいね、なんかずっと寝てました。時差ボケはなく、朝6時に起きれたので、
いつも通り普通に生活できるかなって思います。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。これからもですね、いろんな動画を留学パパと一緒に配信していきます。ぜひチャンネル登録だったり LINE アットの登録、そしてインスタグラムのね、フォローもよろしくお願いします。インスタグラムや LINE アットでは YouTube では投稿しない、動画だったり、あとはメッセージなどを皆さんにお届けします。では次回またお会いしましょう。 See you next time!